ひろし BKK さん、ハートありがとう。ああ、ハッピーガール1ありがとう。下よさん、ハートありがとう。おはよう、なんか眠い。あやとくん、お疲れ。お疲れ。7時間寝たのになんか眠い。もしかして足りんかった？おはよう。フォーユーさん、クマペンライトありがとう。ピーゼさんもクマペンライトありがとう。マヤチンさん、ハートありがとう。シルバーストゥビさん、お手紙ありがとう。サンサンさん、ハートありがとう。優しさだけじゃなくその強さ分かってるんだ。夜明けのさ、今日すごく寒い、寒いからか。え、寒いよね。みやんこ先生キラキラありがとう。コバさん、クマちゃんありがとう。ホーチ、フィナンシェの日、うわ大好きフィナンシェ。クマちゃんありがとう。元気レオネさんのハート、ケン木崎さんありがとう。キラキラ、めっちゃ元気。でも眠い。DJ さん、くまちゃんありがとう。としさんもくまちゃんありがとう。夏みかんさん、しおりやさん、キラキラテン、しおりやさん、パタパタ。今日明日寒いんだ。うんちゃん、ハートありがとう。そっか、リンパ流してね、あげないと。目尻も大事。うん、すっきり。マジャさん、キラキラありがとう。ね、寒いよね。朝起きた瞬間すごかった。なんで私モコモコ着てねんかったんやろって後悔した。風さん、キラキラ。マスノリさんもキラキラありがとう。ちょっと明日、今夜はキラキモコ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 着て寝ることにする。ちゃんと寒いから暖かくする。うん、もこもきずに寝てしまった。暑いかなって思ってそしたら激寒だった。そんな寒いん、雪で前見えんのね。もこもこで暖取るわ。ジョーパンさん、ハートありがとう。そう、あ、そうなんよ。お風呂上がりが暑いんよ。やけ、その感じで行って、いや、まあ暑いけ、キーンしたから寒く。まあ、なんか寝てる時も寒かったんよ。でもまあ、こんぐらいがちょうどいいか、みたいな。そしたらもう、激寒すぎてびっくりした。ジャバパングさん、ハートありがとう。うん、焼き芋最高だよね。土曜日まで寒気マジか。ハチさん、ありがとう。クマちゃん、あったかくせにはいかんの。ウィーン千万両ありがとう。そうね、アイスレモンさん、パタパタありがとう。加湿器をつければどうにかなるよね。そうだよそうだよ、加湿器の出番だ。いいね、広島めっちゃ雪降ってるの見てなんか、あ、いいなって思った。
くちゃんち、くまり、まにょち、神ありがとう。ネモースかもしれん、もしかしたら。X 風さん、キラキラありがとう。そんな寒いよね。のリンパチ浜辺マスコルさん、おへそさん、クマありがとう。カーボーさん、花束、なべなべ市長、神ありがとう。あ、そう、今日はお味噌汁とおにぎりが明日の、あ、間違えた、今日の朝ごはん。トシイチさん、ハートありがとう。うん、ゴルフありがとう。わかるよ、あとはね、週3休みじゃないとダメ。水曜日お休み。おっとっとさん、こまいたん、ありがとう。あ、2月17日、そう、私公演出るんですよ。もう久々の花垂れ公演。コウジさん、ハートありがとう。嬉しい、申し込んでくれて。ゴルフのウェア似合いますか。嬉しい。水曜日は休みであれね。ケンパチさん、クマありがとうありがとう。りょうち、えらい、キューさん、ハートありがとう。トラちゃん、かわいい、ありがとう。確かに毎日アイドルだしね。そんなベッドの中でグデッとしてるような一日はないですね。全然ある、全然あるけど、まあないですね。何かしら確かにしてる、お仕事のこと、メールとか配信とかツイッターとか。槍の水明石さん、それお仕事だから全然できる、私全然苦じゃないからできてる。いける。確かに配信もね、確かにその考えは。今ね、爪をガリガリして配信でパワーもらってよかった。ヘッドマッサージする。ケビン・アルファンドリさん、ありがとう。キラキラ
こめかみって痛くない？タンタンさんバタバタありがとう。眠たい。まだ寝てる。こめかみ痛いよね。ヤシさんありがとう。うん、痛い。急所？急所だからか。人の急所だからさ、それは痛くなるか。変な感覚するよ。なるよ。本当は首根っこ。雪積もってるのいいな。今日の朝ごはん、今日の私の朝ごはん、やばいって。これ見つけた瞬間、あ、これじゃ。姫さんかわいい、ありがとう。ジャックさんもありがとう。キラキラ。確かに高級ですね。そう見たら確かに見ずに買っちゃった。もうこのホタテが美味しそうすぎて。絶対美味しいじゃん。たこ焼きはちょっと朝は違った。今日の夜かな。稽古から帰ってきたらかな。ゆめさんハートありがとう。いや、それな、パッケージがもう売りに来とるもん。こっち勝負しに来とるから。私もその勝負買った。ぬらさんハートありがとう。今日は絶対にお洗濯をするって決めてるんです。配信とか全て終わってからお洗濯するって決めてるんです。勝負握り。そう、勝負とおにぎり。そう、買った、うまっ。だから盛りだくさんのスケジュールだから、このホタテを食べて頑張る。そうなんです。だから頑張るので応援しててね。優しさだけじゃなくその強さ。制作偉い？嬉しい。選択するよ。プラズマさんありがとう。ホットチョコ。いや待って、本当に野菜食べなきゃって思ってる。サラダ食べなきゃだな。タマさんハートありがとう。明日の朝ごはんサラダにしようか。本当に野菜食べてなくない？私ネギだこのネギぐらいしか野菜摂取してないんだけど。ああ、405日ありがとうございます。タマさんありがとう。離席で洗濯できないからね。もうね、1時間ぐらい離席してることになる。やばい、洗濯物コーナーで配信できんのやかね。まあできんか。いや、できたらほんとめっちゃありがたいよ。マートベイさん、神ありがとう。ツーデーさん、クマ
1233ココアありがとう。キラキラ。たこ焼きは野菜にするか。そっか。こうや、ハピくんありがとう。バラ、でもなんとなくちょっとお腹空いてきたよ。怖い。なんで？昨日ちゃんとちょっと筋トレした、寝る前。軽いやつ3種類とかしてたかね。3種類も、うん、3種類した。寝ながらできるやつ。福ちゃんち神ありがとう。確かにトマトジュースも野菜か。うん、あくびでちょっと。猫、そう、猫がかかってたからね。あー確かに豚汁、うわー美味しそう。うん、たこ焼き全勝か。えら、それだけ偉いって言ってもらえるの嬉しい。猫たこ焼き、間違えた、たこ焼きのたこだっちょ。いいよ、私そこにこだわりないもん。どっちかしたら生地とソース。え、どうしよう今日。いや、一旦お家帰って配信して、一旦お家帰って配信してだよ。シルブワーさん、ハートありがとう。一旦お家入って帰って配信するか、そのまんまもうお役目終わりに洗濯ランドリーに行って洗濯するか、どっちがいいかな。こっちにはラブラブありがとう。で全部終わった後にお疲れ様ですって配信始める。ヤッシーさんハートよ。結構全部終わった後お疲れ様ですいいよね。だよね。配信で落ち着いてからまた洗濯行くの大変だよね。だよね。ヨナモトンさん神ありがとう。ハードスケジュールよ。家帰ったらもう、ああお家だってなるもんね。ヨナモトンさん神ありがとう。やっぱそうだよね。やるべきことをしてから配信の方がゆったりできるよね。全部終わった後の方が効率的だよね。帰った時の気持ち次第。え、でもやっぱさ、全部終わらせてからはぁで配信するのがやっぱ私のなんかもうビールみたいな気分だからさ、配信するのって。だからそれだね。そうしよう。じゃあ今日は全部連れていくことにする。まあみんなちょっと意見求めてよかった。みんなにドラム式ですかだといいよね。ちゃんと汚れが落ちるやつがいいよね。その方が気持ち楽よね。じゃあそうする。じゃあその洗濯物待ってる間にメールとか送れるし、配信中に洗濯のため席外すんだ。そうなったらどうなるの。もう1時間とか1時間半とか帰ってこないんじゃない。私やばいよ。今もまだふーちゃんの府中さんキラキラありがとう。そうビール、ビールゆる配信、リコチの元気な顔見れればいい。見せるね。じゃあ、え、洗濯配信？もう洗濯板か、もはや。すっぴん恥ずかしいなぁ。
ねえねえ、みんなにさ見せたいものがあるんだけどさ、見て、クロワッサンたい焼きなんだけどさ、昨日さ銀だこ行った時にさ、いやこれも食べられるでしょってさ調子乗って買ったの。食べれなかった。だからちょっと今日のねおやつクロワッサンたい焼き面白。カズさん、クマタありがとう、ね、絶対美味しいよね。私クロワッサンたい焼きっていうか、たい焼き好きだしクロワッサンも好きだし、中は小豆です。粉本祭りやること終わらせただよね。みんなでみんなで汚れた心も洗濯しよう。マジ調子乗りすぎだよね。食べれなかった。そサトシさんハートありがとう。温かい方が美味しいか、マジか。でももうトースターとかないからさ、冷えても美味しいんじゃないかな。わかんない、わかんないよ。胃袋が劣られたのではないかね、工藤よ。間違いないです。一回食べたことある、私も一回食べたことある。美味しかった記憶。次は熱々食べよう。そこでも食べきれなさそうな量買ってた、うん、ねえ。リアルにさ5分で食べれる人おるんかな。弟子入りするわ。そんな5分はチャレンジャーすぎるよね。しっかりとね食べますよ。うん、でもさ、22粒食べたのウケるくない。普通にウケるくない、食べれてんの22粒も。めっちゃ面白い。でもなんだかんだやっぱソースが一番多い。シンプルイズベストなんですよ、やっぱり。22個やばいよね。なんかやばいよな。え、ソースほんと最高だよね。年の数だけ食べた。2船でいいかな。うん、なんかさ、いや 1.5 船ぐらいでちょうどいいんじゃない。まだお腹いっぱい食う。え、そういっぱいじゃないの、もうなんか割ともうお腹空いてきた。今日はおにぎし食べる。おにぎしと味噌スープ。うん、一船8個。うん、たこ焼き、たこ焼き、ぼやきさん、くまたんありがとう。え、でもさ、やっとなんかそのチケットを使える環境にいられるのが嬉しい。りがこさん、ハートありがとう。早、気が早いよ。もう誕生日だよ、やばいね、お誕生日。りかこさん、こう、けんきざきさん、ハートありがとう。みんなのお誕生日プレゼント期待して、何がいいかな。この前靴下頼んだから、うん、ハンカチとかかな。リアルに、何がいいだろう。チケットね40枚。おねだりこちモードに入ったって言われてる。いや、ハンカチ100枚来たらやばいよね。靴下がほんといいんだよな。だって私今年靴下買ってないもん。ユニクロのちゃんとしたような靴下だけで、ユニクロなんかあったかいヒートテックみたいな、なんかシンプルなやつ。え、めっちゃ全然ある、靴下。え、チケット今日、え、昨日5枚使ってメンバーにも配ってるし、うん、残り20枚とかなんじゃないかな。
誕生日から301日。おーやったー、おめでとう。もうそんなやばいよ、22歳になる、年取る。ゆうちゃんありがとう。ここはルビーさん、キラ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 、キンダル、キダル、まあ、赤ダル、赤ダルありがとう。いつまで使える？2月の29。2月いっぱいですね。ちょっとそろそろ準備始めようかな。目ん玉入れる。最近の嬉しいことはなんか目立って肌荒れが起こってなくって、ちょっと肌が落ち着いてきたのが嬉しい。寝てた時本当に目いっぱい荒れてたからさ。2回はタコパできるね。サイバーボブさんありがとう。ケンメイさんハートありがとう。だからちょっとあの舞台のその差し入れに、まず一つ差し入れにいっぱい15とか使えると思う。福ちゃんちありがとう。うん、そう、肌落ち着いてきた。ストレスが、肌ストレスがなくなった。お話し会でも肌綺麗でした。全本当渡辺さんありがとう。チームリンリンさんありがとう。キラキラ、なんかさ差し入れするってなった時ってさ、一人一船の方がいいのかな、それともさスタッフさんも含めてね。それだよね、普通に一人一船だよね。だったら多分そんぐらい使えると思う。やっぱそれは多すぎるか。カーツ大佐キラキラ、そうだよね、1人3粒とか4粒ってイエーイって感じだよね。お弁当とかが来るってなったらさ余計そうだよね。たこ焼きをバイ、たこ焼きバイキングだよね、どっちかっつったら。いろんな種類を設けてたこ焼きバイキング方式で、あのなんか紙皿と箸を置いてって感じだよね。うん、そう、もうチケット渡すつもり、ね、でもさ、例えばその舞台本番期間だったら、その立候会ホールじゃないですか、会場来てくれるよね。立候会ホールの近くに銀だこがあるかどうかなんですよ。じゃあ立候会ホールの近くで銀だこ。あー割と遠いけどある銀だこあります。うん、あります。火曜日のルビーさん神ありがとう。メルカリで売る？半額とかで売る？やばいじゃん。火曜日のルビーさん、ルビー、火曜日のルビーさん、クマちゃんありがとうね。ありがとうありがとう。でも若いさ、スタッフさん若いよ。ワードさんバラありがとう。そうだよね、チケット渡す。そうしよう。まあそれでまあ10枚ぐらいは
あれできるね。消費、消費とかいうのを切る。ね。メルカリで売るが本気でそっちしたの、じゃあそうしましょう。じゃあちょっとコンタクト入れてこようかな。わー、なんか目覚めてきた、すっきりしてきたぞ。もうほんと寒すぎるね、びっくりした。もう今朝起きた瞬間、あ、寒い、びっくりびっくりしちゃったサイン入り銀だこチケットで売るやばい、筋肉痛だ。よいしょ、よしよし。よいしょ。今さ、だってさ、ホテルのさパジャマあるじゃないですか。ホテルのパジャマに追加して、あのもう上から普通にそのあれ着てるんですよ。モコモコのパジャマ着てる。うわー、画面が怖い画面が怖い、ちょっと画面が怖い。ちょっと待って。やばいやばい、片手が使えない。ちょっと待って待って、ちょっと今夜はちゃんとモコモコ着て寝よう。しかもモコモコも洗濯したいな。ん？保温ボックスあれみたいなね、大阪の話し会みたいな。確かに。あれぜひとも置いていただきたいわ。な、コットンが鼻に入る。まさのれさん、キラキラありがとう。サンソンさん、ハード。福ちゃん、チックもありがとう。キャー、おっとっとさん、神。もりもりさん、ハード。マニョチ、クマありがとう。福ちゃん、チカミ。ウッポさん、クマ、ありがとう。ファイルトン佐藤さん、ハート。ノーネームさん、キラキラ。ツーデスさん、クマありがとう。ノーネームさん、ファイルトン佐藤さん、コマさん。
としさん、福ちゃんち、ファイさん、クマ、カタプリちゃんか、コバさん、シルバーさん、ウッポさん、クマ、コバさん、ハート、マタマルさん、クマ、ありがとう、怖い、ワードさん、バラ、ありがとう。ちびおたさん、クマありがとう、パムさんもありがとう、マサノリさんもありがとうね。パムさんありがとう。薄っぺらいもんね。絶対美味しいじゃん、食べたい、なんか駄菓子とか食べたくなるよね。枕カバーかな、枕カバーってさ交換してくれちゃうか、気にしいで、やっほー、メイク頑張ります。ツーです、キラキラリュー。歌詞わかるのに、東住の人さん、フェンス越し、何ですかその歌は。2です、ハートリオ。ね、してくれてたら、え、本当？シーツと枕カバー交換してくれてる、じゃあ天才だ。でも枕めっちゃある、2個ある、めっちゃではない。いや、わかる。朝さ起きた時にさ、その推しの子の実写版の推しの子のビジュアルがさあれされてたからさ、見たらさ、もうアスカちゃんがさ可愛すぎてびっくりした。なんかふわふわホテル枕みたいなやつ。ケンちゃんラブありがとう。そうと、なんか薄っぺらい低反発。ケンちゃんハートありがとう。福耳じゃないよまだ、福耳になりたい。野良黒さんありがとう。クマちゃん鎌倉の枕って何、有名なの鎌倉って。奈良、お掃除してる、ありがたいよね本当に。わかる。
はよう。雪は確認できておりません。ふっちょんかな。生倉でも本当になんかこのシングがいいんかは知らんけど、なんか合ってる私に。ホテルのシングたくまさんありがとう。え、山口弁出てた。どこが生倉、生倉山口弁かゆい。いい、めっちゃいいよ。寝具持ち帰りたいぐらいね。いかんよね。生倉は生の枕です。え、あ、お腹鳴った、やばい。一応ヨーグルトも買ってある。寝具なし。どうした、どうした、みつさん。はい、ちゃんとさ、胃袋がちゃんと仕事してくれててよかったよ。渡辺さんハート、夫婦さんパタパタありがとう。たこ焼きを干してるのね。ドゥーン、咳をしても太りさんパチパチありがとう。次はアイメイクか。今自分のメイクの工程が分かんなくなっちゃってた。早くご飯食べたいからメイク頑張ろうっと。その私メイク苦に思ったことないけど、メイク楽しいよ。私、うん、メイクしたくない、もう無理とか思ったことない。しないって時はあるけど、基本メイク好き。ご飯はたこ焼き。もしかしてまたループ？違う？
今めっちゃ首前に出してメイクしてた。やばっ、こびっくりした。そういえば朝は誰かのおしゃべり声で目が覚めたの。割と目覚めるもんなんだ。寝起きドッキリとかさ、されるってなったらさ、私すぐ目覚めちゃいそう。お腹鳴った。現代人あるあるだよね。警戒心強い。カボシル、いつね悪者が入ってきてもいいようにね。なってるなってる。お腹の音聞こえた。聞こえるもんな。お腹の音って音が鳴ってる鳴ってる。わあ、タイムファイヤーさん、くまちゃん、ありがとう。うわ、いいね。焼肉丼最高じゃん。今日犬の夢見たな。早くおにぎりくれって胃袋も持ってるよね。はいはい、お持ちよ。今日今生にして出演します。18時半から。告知忘れないようにしなきゃ。
犬顔。私確かによく言われるか、犬か猫顔かって言われたら性格も顔も犬。あ、でも猫、性格猫って言われる時もあるかも。ヤセさんハートありがとう。そう、私が今週は走ります。結構猫、猫かも。なんか気分や気分や。でもね、基本犬よ。はい、やるやるやるな。表現やめるな。え、それな、今生さ、見逃しができるのが嬉しいよね。だからその現場の方じゃない、現場の方っていうか広島じゃない方でもね、ほら今の私とかでも見れるからさ、いいよ。まつげの束感が気になったね。ウクスツヌさんありがとう。セドチャレも見逃し配信ね、あるしね。あれ続くといいよね。なくなったの、あれ見逃し配信。 TVer、 そっかなら残念だな。ちょっとアイシャドウで眉毛描く。薄っちいとこ。目が乾いた今。オッケー。拭いたら、うん、あくびしちゃった。パウダーして、
ネギ美味しいよね。あ、知らない、憧れるよね。芽ネギ知らない、美味しいよねとか言う人怖ー。私です、一回だけ食べたことあるけどなんか分かんなかった。マサさん神ありがとう。でもなんかあれ食べてるとなんかちょっとお寿司って感じでちょっといいよね。マサさんありがとう。マサさん手もありがとう。はい、ラーベンテベ君ありがとう。だろう、うんうん、赤いやつのとったりするよね。わかる。メイク完了かな。まあ、こんなもんよ。アミューズ、ザ・ピンク、うん、オッケーオッケー、リップ買ってよかった。サトシさんハートありがとう。仕事サボってるの？頑張れ。サトシさんハートありがとう。で、まあ、顔のメイクは終わりました。イエーイ、おにぎりまで近づいてきたぜ。ね、可愛い色だよね、似合ってる。あ、時間教えてくれてありがとう。午前11時、来た今11時ね、オッケー。こうすんな、汚れなきものなんて、おいしくなら求めるゲームソー。今日は実はお団子で行くんです。ケラ続きちゃん部屋で行くので、前髪だけで OK です。そのんすけさん可愛い、ありがとう。可愛くなった、嬉しい。みょんこ先生キラキラありがとう。レインボースターありがとう。マイナス 1.03 キラキラ。ちゃんとね、唇に色が持ってよかった。タンタンさんパタパタありがとう。着替えようかな、お団子した後に着替えたら怖いよね。そう、頑張るね、お役目頑張ろうね、みんな。そうだよね、ライズさんありがとう。ペンライト、カー君神ありがとう。カラスさんハートありがとう。じゃあちょっと着替えるか。
にしようかな。ジャージ、ジャージをどっちにしようかな悩んでる。ハサミってこっち？私こっちにやったっけ？いやだよ。ハサミどこにやったっけ？あと全然出てた。やっほー、やばい、暴れてるよ。なんかそんな風に思えるけど、あ、暴れてるよね。完全に暴れてるよね。アザラシの行ってきます。シワシワ、やば、シワシワだな。怖い怖い怖い。ただいま、パーカー着てる、サブ。よいしょ。サブ、サブリナ。ただいま。寒いな。初見ありがとう。いやー、やばいね。台湾さんありがとう。しもっくんハート、コバさんもハート、タイムファイヤーさん、サンソンさんハート、ライズさん、ペンライト2ですさん、ペンライツありがとう。はしもっくん、コバさんありがとう。ウッポさん、ミラボじわありがとう。はしまくん、タイムファイヤーさん、コバさん、ツーデスさん、くまたのしんち、タイムファイヤーさんありがとう。ひかつ宇宙知者さん、くまたのしんち、タイムファイヤーさん、ツーデス、ウッポさん、ミラボーありがとう。タイムファイヤーさん、コバさん、バキハくん、貝柱さん、くまたありがとう。
タイムファイヤーさん、コバさん、サンサンさん、カラスさん、ありがとう。タイムファイヤーさん、ウッポさん、ミラボー、ありがとう。小型ペンギンさん、クマタ、ライズさん、ペンペンライト、ペンライト、ライズさん、ありがとう、ありがとうございます。今日も一日ファイトファイト、ありがとう。みんな、ケンちゃん、ハートありがとう、いやーん、ありがとう。このルームを守ってくれてありがとう。タアさん、神ありがとう。確かにペンライツっていうね。じゃあちょっとアイロンしていきます。着替えたところで、かわいい？大丈夫？よし。メイク大人？本当？なんでだ？やってこいよ。目が大人感？むくんでるからかな。そんなことないか。みんなは純粋褒めてくれてるもんね。忙しいの大変ね。あ、リップの色変わった変わった。新しく買い替えた。なかったじゃん、欲しくって出してたからさ。すごい、変えた変えた。それが大人っぽいのか。なるほどね。え、色めっちゃ薄いよ。だって名前なんだと思う？ヌーディーピンク。ヌーディーピンク。前の方がなんか濃ゆいプラムみたいな。やばいよね。ヌーディーピンクだよ。ケンちゃんハート。確かに、まあ配信で見た感じ濃いのかな。ヌーディーピンクやばいよね。薄さの最上級やばいよね。髪の毛の毛先をくるんとさせてお団子した時に出てきてもツンツンってならないようにしたいけど、できてるかな。適当で
オッケーです、オッケーです。セルフエコー、もう一つだけだよ。高木さん、ファート、ハート、あれファイト、ありがとう。ファート、ハート。どうやったらお団子できるか。ファイトだった。ファート、ひなとトラさん、困った、ありがとう。仕事で見れない。お仕事頑張れ。お団子できた？これ。よし、こんなもんかしら。こんなもんかしら。ひなとトラさん、ありがとう。ちょっと手に余ったやつをこれでもかってつける。いい？いいかな？こんなもの？こんなもの？こんなもの？どうじゃ。ティガーさん、ひなとトラさん、くまたんありがとう。はしもっくん、ハートありがとう。え、お団子がどうなってるかわかんないけど、まあいっかと思って作った。どうかな、完璧？ポリポリ言いながら完璧？嬉しい。この毛も大丈夫？え、でもなんかちょっと不格好そうけど、まあ本番じゃないし。うわ、しもっくん似合う、ありがとう。ちょっとのんすけさん、ありがとう。ハート、けんちゃんもハート、 ミクロムさんキラキラ、キハさん神、ありがとう。かわいい、大丈夫？あとは前髪にスプレーをしよう。前髪スプレーがさ、ちょっと比較的おでこにかかんないように頑張ってかけてみるね。おでこの肌荒れの原因がさ、前髪スプレーなのかなって思って。ひなとトラさん、やまいちゃん、ありがとう。ハート、うまひとすじさんもキラキラ、ありがとう。顔動かせんからさ、いくよ。とんでもなくいい？ほんと？嬉しい、褒め上手。ねえ、これで
前髪もちょっと動きづらくなった。よし、オッケー。よし、うまい一つです、ね、そうスプレーがさ、ニキビの原因になっちゃうのかなと思って、ちょっとか気持ち軽めに、上目中心に軽めにかけた。いつもはもう直射ベーってなるから、できた。ボデはおにぎりタイムなのでは？役者さんだね、役者さんっぽい。ちょっと待って。なんかお団子やばくない？お団子やばくない？なんかさ、お団子違くない？もうちょっとなんか平べったくなってくれんの？これって、可愛いですか、けんちゃん。ハート。じゃあちょっと三つ編みにしてみるね。ねえ、ご飯食べれないじゃん。お団子可愛いって言ってもらえるのは嬉しいな。どんなお団子でも可愛い。まあ、こっちがいいかも。こっちがいい説ある。撮ってみるよ。せーの。あ、まだまだまだいい、まだいい、まだいい、ほらまだいい、まだいい、変わらんけど。大臣さん、神ありがとう。こっちでいきましょう。もうこれでできたことにする。もうね、これでできました。なんか出てる。まあいいや、知らない。いいよ、出てるぐらいが可愛いよ。今もまだふーちゃんのシチューさん、神ありがとう。よし、じゃあご飯食べよう。お湯沸かしてくる。正真正銘、正真正銘おにぎりタイム。確かに文化祭みたい。あ、いいね、なんか。しもく、たこ焼きって言われてる。いや、たこ焼きじゃないかも。
ぎりかも言いづらい。ただいま。ちょっと片付けも含め。してなかった。おちょこりこちゃん、おちょこりこちゃんしちゃったなんかよいしょ、よし、オッケー。ちょっと読むね。小型ペンギンさん、クマちゃんありがとう。私なんか今日、まあそんなもんか、目がむくんでたんだよね。そうそうそう。だからまあしょうがないよね。なんか目がつり上がって見える。おお。あ、燃えてる燃えてる。キアさん、フォーユーさん、はしもっくん、コバさん、ありがとうハート。サンソンさん、キラキラ。アイルトン佐藤さん、めっちゃ可愛い。嘘。ありがとう。よきよき。たわけいさん、いいね、ありがとう。ありがとうございます。今もまだふーちゃんの視聴さん大好き。ありがとうございます。やばいやばい、長ネギ。準備、いやもうね、これから休憩だから、ほら優しい。味噌入れたよ。あ、この私合わせ味噌好き。赤味噌系より私合わせ味噌系が好き。甘い味噌が好きなんだよ、酸っぱいより。大丈夫、パーフェクト。味噌がいい匂いだから早くお湯入れたい。待ちきれない、待ちきれない。こんぐらいじゃない？久々に日本人してるわ。朝は味噌汁だよね。うわ嬉しいな。ピント合ってないけど写真撮った。うん、普通の量入れたうわ美味しそう。たこ焼きも日本人。そうやな、大阪大阪。
やばい。いける。待って、洗濯物をさ一つにまとめるべきかな。ちょっとお味噌汁をさ冷ましてる前までにちょっとさお洗濯物を一つにまとめとこう。めちゃめちゃ洗濯物にいいバッグ。めっちゃぴったりじゃん。もうさ、お味噌汁めっちゃいい匂いだよ。やばい、早く食べたい。ちゃんとね、洗剤も入れて。こんなもんでしょ。洗濯物。いいでしょ。こんなもんよ。よし。タイムファイヤーさんハートありがとう。フォーユーさんハートありがとう。猫舌サンソンさんハートありがとう。タイムファイヤーさん、フォーユーさん、ハートありがとう。そう、ザ・ランドリーバッグだよね。キハさん、タイムファイヤーさん、ありがとう。ね、コバさん、ありがとう。じゃあいただきますしましょうか。みんなありがとう。みばばってくれてタイムバイヤーさん、大通にゃん、パタパタありがとう。いただきますよ。いただきます。うわー、うまー。うますぎんだろ。すごい。うん。日本人してる。うまー。うますぎー。うわ、うますぎー。
さいじゃん。うますぎ剣心なんだが。でもまだ全然ガブガブ飲みたいのに飲める暑さじゃない。じゃあこのホタテのもう貝ひも出てるよ。いただきます。朝ごはんだわ。ザ日本人だよね。ちょっと口の周りこぼした。買った貝がありました。ホタテだけに。なんてな。お腹すくよね。ごめん。メステロ？私さ、このお米の部分をさ最後猫まんまにして食べたいからさ、ちょっとホタテとその周囲のお米を取ろう。あっ、ちょっと見て、ホタテあーさんキラキラありがとう。はしもっくんもうまありがとう。やっほー。うーん、落としちゃった。うまい。周りのお米も漏れなく美味しい。おにぎりの試し目を先に食べちゃう。
ランチだね。うん、美味しい。よし、待ちきれないので猫まんましよう。私ね、私本当にべちゃべちゃのご飯が一番好きで、うん、サム、かわいい。結婚して、なんでだよ。ありがとう。なんでだよ。ただし、投げ逃げ、おい、結婚して申請、投げ逃げのやつとは結婚しねえ。猫まんましかかったん。私べちゃべちゃのご飯が好きなんよね。うん、スプーンがあればいいんだけど、ないな多分。うん、うん、猫ママ知ってるよ。猫ママ大好き。うん、うまい、うまい。しかも合わせ味噌なのが一番美味しい。伊勢さん、ハートありがとう。猫まんまの食レポ。うんうんうん、深川飯分からんけど絶対好き。うまっ。熊落ち、いさ落ち、やば、生が長え、名前長。熊いさ落ち、熊熊、今日は寒い、リコチ体調管理気をつけて。お疲れ、クマさんもありがとう。キラキラありがとう。クマイサオチファイトありがとう。ん、分からないけど好き。美味しい。ごちそうさまでした。牛丼つゆだく派です。断然つゆだく。つゆだくしか勝たんよな。マスノレさん、クマペアンライツ、ごちそうさまでした。いや、美味しかったな。ちょっ
と感動する。やっぱザーサごはん、いやクロワッサンたい焼き、あーいい匂い。え、私ガチでつゆだくが好き、本当にべっちゃべちゃのご飯が大好き。マスノリさん、クマありがとう。クマイサオチクマクマウマありがとう。クマイサオチクマクマキラキラありがとう。一口だけ食べてみようかな、でチンするかそのまんま行くか決める。いただきます。うん、そのまんま行きます。うんまうんま。でもちょっとまだ入んないので一口食べたところ、目ん玉今日やっぱ目がむくんでんな。たい焼きは頭から尻尾から、うん、出てるとこから、どっちが自分に一番近いところから。よし、じゃあ今日も頑張るとするかな。今日も頑張るからみんな応援してて。よし、ケンタッキーさんペンライトありがとうございます。うん、お休み？よかったじゃん。頑張ろう。よし。じゃあ行ってこようかな。そう、たい焼きフライング。おお、早ありがとう。私もみんなのこと応援しています。よし、確かに温かいともっと美味しいから、またあれしよう、出来たても買おう、出来たてを買って食べよう。じゃあ今日もありがとうございました。すごい美味しいご飯も食べれて準備もバッチリなので、から頑張ってきます。今日は緊張するので頑張ります。ちょっと早めに終わる。では39位から読みます。ウクスティナさん、ちびわださん、ぼやっきーさん、おへよさん、わたぷりちゃん、わたまるさん、 DJ さん、ほうじフィナンシェの日、貝柱さん、あやとさん、あやとくん、まさのれさん、佐藤のんすけさん、かぜさん、あーさん、りんりん、マシャさん、おへかぞじおじしゃさん、ノーネームさん、渡辺さん、シルバーストゥトゥビさん、ひなととらさん、ポムさん、おっととさん、マイナス 1.0 さん、おさんずさむさん、小型ペンギンさん、フォーユさん、ふーちゃん、はしもっくん、おうつうにゃん、たがけいさん、サンソンさん、くまいさおちくまくま、そして本日の秋元先生枠はコバ先生です。ありがとうございます。マニョチ、アイルトン、佐藤さん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位は火曜日のルビーさんでした。火曜日のルビーさん、ありがとう、見てくれて。今日何曜日、あ、水曜日だ。第2位はタイムファイヤーさんでした。タイムファイヤーさん、今日も見てくれてありがとう、嬉しい。そして第1位はウッポさんでした。ウッポさんも今日も見てくれてありがとう。ウッポさん、さすがです。ということで皆さん、今日も私の配信を見てくださってありがとうございました。準備バッチリできました。みんな見守ってくれてありがとう。いい朝を送れました。本当にありがとう。じゃあ皆さん、今日も健やかにいきましょう。それではいきますよ、せーの、えいえい、おー、みんな健やかにね。ほんと壇上新鮮よ、ありがとう。じゃあ今日も頑張ってくるので、洗濯まで頑張って配信するので待っててください。じゃあね、頑張りこち、またメールも送ります。じゃあね。